ドジャースの大谷翔平30とヤンキースのアーロン・ジャッジ32をめぐって死球論争が起きている。目下52本塁打53盗塁と前人未到の50から50をクリアした大谷と54本塁打137打点と無敵の強打を誇る名門のキャプテン。共にリーグ MVP の大本命だが、米メディアが注目したのが両者の死球の格差だ。 大谷が78個に対してジャッジは127個で、しかもそのうち20個が申告敬遠だという。打順の並びはあるとはいえ、大谷は勝負される傾向にあり、特に快挙を達成した19日、日本時間20日のマーリンズ戦では、11対3と大量リードの7回、西23塁で打席に入り、左翼席に50号スリーランを叩き込んだ。 米メディアでは歩かせずに勝負したシューメーカー監督を称賛し、エッセンシャリースポーツは、誰もが恋支給と思っていたが、そうはしなかった。ジャッジは一試合で3度も支給されたことがあったが、大谷はチャンスを与えられ、歴史を作った。大谷はシューメーカー監督が偉大な男であると感謝しなければならないと伝えている。ト手シュバウマンは歴史的な一発を浴び、チームは大敗の屈辱。 しかし、試合後のシューメーカー監督は、敬遠策は野球的にも悪い行動だと思った。恐れずに立ち向かったチームを誇りに思うし、野球はそうあるべきだ。彼は史上最高の選手になるかもしれない。マーリンズ的には良くない日だが、野球にとってはいい日だったと話している。ジャッジには厳しく、大谷には甘いというのか。同メディアは、 これはジャッジに起こることとは対照的だ。22年には多くの監督が彼のアリーグ記録を阻止しようとしてきた。大谷は頻繁に支給を与えられない。ジャッジがもし、毎回大谷のように投球をされていたら彼もクレイジーなことをしていたかもしれない。そう考えるのは間違っていない。2000年代のバリー・ボンズのような待遇を受けなければもっと打てたかもしれない。 などとジャッジのファンの感情を代弁している2人が今季の両リーグを牽引したのは間違いないが子宮をめぐる意見は分かれるところだ